スノーマンの冠番組で大論争が勃発ダンス対決。一点差勝利めぐり、やらせ、審査員に失礼。ジャニーズグループ、スノーマンの冠番組、それスノーマンにやらせてください、TBS 系の初回2時間 SP が4月28日に放送され、素晴らしいパフォーマンスに胸を打たれた視聴者が多かったようだ。この4月からゴールデン帯に進出した同番組だが、今回の放送では、9人ダンス日本一決定戦と題し、スノーマンの9人が、高校日本一の大阪府立久米田高校ダンス部、元桃色クローバー、早見あかり率いる芸能人選抜チーム、世界大会で優勝した小学生チームと4曲のダンスパフォーマンスで対決した。前編では対決に至るまでの過程を放送。各チームでメンバーが選抜される際の人間模様や、ダンスが本職ではない芸能人たちの苦闘ぶりには心を揺さぶられるものがありました。スノーマンチームにも本番直前に振り付けが変更されるアクシデントがあり、限られた時間で猛特訓を重ねる姿はプロの姿そのもの。